総道の海衆、道の海2月10日から1980年5月12日は、日本の武道家、思想家、教育者、社会指導者、社会運動家、宗教家。日本の武道の一つである少林寺憲法の創始者であり、北少林和門剣、第21代政党継承者。生命は、中野佐藤、中野道の海を経て、最終的には、総道の海を名乗った。 1911年2月10日、岡山県相田郡、江見村に生まれる。1919年、岐阜が死亡し、1924年に家出し、祖父の住む満州へと移る。1926年母と妹が死亡。1927年には、妹と祖父が死亡、天外孤独となる。1928年、再び、中国に渡り、特務機関に従事。 仕事の関係で、実法総林がある大西宮の陳良老子の弟子となる。1930年飛行隊に入隊するも、翌年心臓弁膜症と診断されて、除隊となり、再度中国に渡って、特務機関に従事。1933年、当時北京に陰性していた北少林和門券の分、大僧老子の弟子となる。1936年、須瀬松林寺で、 岩門県の翻脈継承の儀式を行い、伝謀の因果を受けた。1937年満州の鉄路警護隊員。1939年満州水洋商工を誇張。1943年満州水洋商工会事務局長を歴任。1945年8月9日、東満州でソ連軍の攻撃に遭遇し、約1年を ソ連軍軍政下の満州で過ごす。その生活の中で、人、人、人、すべては、人の質にあると悟り、帰国後に、祖国復興に役立つ人間を育成しようと、決心する。1947年10月25日、香川県多土津町に、金剛前総本山に少林寺憲法を創立。ダルマが伝えたというインド伝来の荒間の拳の、秘技を教えつつ、 釈尊の自己確立の教えとダるまの不当不屈の精神を解き、自身の体験に基づく人生観や世界観を聞かせ、民族愛や郷土愛に根ざした民族意識と祖国愛を身につけた新しい人間を作ろうときとした。1950年古跡名を利男から道の海に解明。1951年宗教法人混合前、総本山少林寺認証。 1952年、全林学院設立。1956年日本少林寺、武芸専門学校。1957年全日本、少林寺憲法連盟設立。1968年、全林学園設立。1972年、国際少林寺憲法連盟発足。1974年少林寺、憲法世界連合結成など、少林寺憲法の組織を固める。 1980年5月、急性心不全のため69歳で死去。ありがとうございます。